お疲れした。10ポイント10ポイント刻んで交換祭、足踏みじゃなくてよかった。今日は体調、まあ、まだマシっすね。昨日が結構マジでやばかったんで、まあ、今週シンガポールもありますからね。あ、そう、5-1がね、ガイル戦、すげえ良くなってきてるから、あれ、ガイル出たいって言ってたんで、もう樋口は任せました。中堅戦見ていきたいと思います。中堅戦を戦うホームチームの出場選手、使用キャラクター、操作タイプの申告をお願いします。はい、中堅5-1順利クラシックでお願いします。さあ来ました、中堅5-1選手、キャラクターはチュンリー、操作タイプクラシックとなりました。それではここで両チームの中堅の選手に意気込みを伺っていきましょう。ホームチーム、サイクロプサスイートゲーミング大阪、5-1選手意気込みお願いします。はい、そうですね、ガイルチュンリーは結構街またでは結構ガイルじゃないかっていうふうに言われてるんですけれども、なことないぞと、チュンリー抜けるぞっていうところを見せたいと思います。対策でねじ伏せると。わ、はい、かりました、期待しております。やっぱガイル相手は攻め切った方がいいとかになるんやろうな、あれ。いや、まあアムネじゃ別に読み合いなんで、まあてかシュートの対空さすがやったな、あんだけ出されると。まだ飛ぶんかよお前って思ったけど、ペン SFL の日程過密じゃないですか。過密です、11月が特に。いや、っていうか全然大丈夫でしょ、全然大丈夫でしょう。やばかったらやべえって言うから、ちゃんと。やばかったら、やばいですって言います、僕は。配信タイトル、去年確か結構やばかった時、これは本当にやばいとかにしてたから、配信タイトル。これはマジでやばいみたいなタイトルにしてた。いや、全然やばくないでしょ。やばいか？やばい？やばく見える？やばそう？やばいんか？マジか。やばいんや。そうなんや。そこそこやばく見える。マジか。じゃあやばいんかもしれんな。やばいか。やばいんやな。じゃあやばいんか。4位までですね。5-6が落ち。SFL 今回が初めてだから、やばいかやばくないかわからない。本当にやばいのは、デトネっすね。前回の。前回っていうか、ファーストステージのデトネとかは、マジでやばい。あれはやばすぎる。正直、1位はもうきつくない。1位抜けなんか目指さねえよ。目指さねえよ、1位抜けなんか。本当にやばいのは今日のファブの可能性ないですか。というか、忍びというか、桃地さんがちょっとやばいかもなぐらい。ちょっとキャラも迷走してるし、で、なんかモダンの良さがあんま出てないから、また剣に戻る可能性ある。いや、剣には戻んないんじゃない？戻るとしてクラシックルークじゃないかな、多分。剣への被せが2節連続剣なのやばくないですか。っていうか、ね、ホームで同キャラ被せるの強いんすよね、あれ。ホームでミラー被せるのってマジで強い、あれ。かなりの強行度やと思う。いや、そう、人対できる。で、相手は、だいたい練習しない。相手は、言うて練習しない上に、重くそ人対策できるから、やっぱあれ強いな、あの行動普通に。まあ、DJ に行けるキャラがいいんだったら、全然。まあ、てか、いけるキャラがいいんだったら、被すけど、っていうのはあると思う。カジ今日やばくなかったっすか？もうストライクだけでなんとかしてた。ストライクだけで超なんとかしてた。あれは頑張りましたね、彼。JP に出る予定なかったの。出る予定はありましたよ。まあ、ただ別に今回はオーダーこれでいくかっていう感じで、なったんで。まあまあ、負けてから結果論で、なんか探すのってあんまりやとは思うから、まあ別にこれでよかったんじゃないとは思いますけどね。だってこれで
フェンがシュートに勝ってたら、いやーよかったねーって、オーダーよかったねーって、30点取れたねーって終わってるから、だから結果論なんで、まあそこは言う意味ない。ゴイチの動きマジで良かったんやけど、やっぱガイル相手には攻めきらないと倒せないかもなと思ったわ。まあ読み負けもあったしなーって感じやけどな。ちょ飯頼もうかな。CAG ガイルきつい。まあフェン頼み、多分ガイル。ゴイチがあの動きしきればっていうのはあるやろうけど、基本きついよりじゃないですかね。DJ ガイル、まあ俺が出るより51が出た方がさすがに勝率高かったと思うけどね。俺はガイル、まあいいや。やっぱりケン・ルーク欲しくない？ケンとルークがいるとチームに一本芯が通る？通すか？芯。ここでケンいない響いてくるか？でもね、そうアウェーのケンやっぱ出づらいと思うよな。結構アウェーの剣多分今勝率ゼロよ。アウェー剣はやっぱ結構難しいと思う。よっぽどじゃないと。壁さんも出なかったからね。剣って誰きついとかあるんですか？ガイルはきついって聞くね。チュンリーガイルマリーザじゃないかな。普通にきついの。チュンガイマリーザな気がするね。最近ルークもきついです。ルークも5分以下な気しますね、ちょっと。剣よりルークの方がきついねんな最近。ザンギ結局どうですか？やってないから分かんない。ラッシュで荒らさなきゃ大体のキャラに。まあラッシュ押し付けないとっていうのはもう最初から分かってましたからね。いやでも一昨年と去年が上振れすぎた気がするな。 SFL に関しては俺自身が。お疲れムード早ない。いや普通に今思ったわ。ここっていう試合大体勝ったから上振れ引いたかもなって思ったね。いやそんな絶対勝つやつとかいないからさ。で三崎とかさ別に有利な側でも大体 6-4 とかやったりするか から勝てるわけないんですよ毎回。だからまあ上振れ引いたなって思う方がリアリティ。この試合絶対勝つ。俺の方が練習してきた。絶対勝つ。無理。運絡みます。というか、勝った側がクローズアップされるだけやね。それ。多分それが真実やな。勝った側がクローズアップされるだけ。その場面で。負けたら忘れられる。見られない。ってだけやな、多分。劇的に勝ってるとか、王者っぽいのに、の人は見たがってるだけやな。おう。現実的。この理論多分正しい。今日の出来で勝てないの SFL 怖すぎん。内容マジで良かったんすけどね。ゴイチ多分マジで一番球抜ける男やから。さあ3ゲージ持ってるゴイチですが、キャラクターの動きを見る限りためはそこまで狙ってなさそうですが、いやここもずっと方向力回してましたね、ビクビク。はい、さあ相手の動きに対してうまく差し返した。あ、まあ、でそのプレッシャーで前に出て中足出しを通して攻めるって感じでしょうか。おお、ここでノーライフラッシュから。そういうこと。今ほぼ最速で突っ込んできました。すでに回してますねこれ。内容良くても勝ち負けとはまた別っていうのがね、難しいところよね。